西側から見た第五桜駐車場からの道吉年寺の集落第五桜は岡山県真庭市別所大和吉年寺にある江戸悲岸桜の巨木である。新日本名木百選の一つ、岡山県の天然記念物であり、樹齢は700年とも1000年とも伝えられる。小高い丘の上で天に向かってそびえる姿はここで、大しく開花時期になると全国から、 花見客が訪れる。名前の由来は、沖の島に配慮される、途上の後醍醐天皇がこの桜をめでたという、伝説によるものであるが、地元の住民は、大桜と呼んでいる。樹高18メートル、幹回り7メートル、根元周囲9、2メートル、枝張りは、南北20メートル。近くに2代目の第醐桜が植えられ成長している。開花時期は21時まで、 ライトアップされ、周辺には露店も並び、地元の特産品などが販売される。1980年代後半から全国的に、その名が知られるようになり、増え続ける観光客によって一時受精が弱まったが、樹木医の治療により回復した。2004年には来日した、米国人ピアニストのルース・スレンチェンスカが満開の、花の下で演奏を奉納した。 2008年から2009年にかけて本桜を含む14種の桜の種を国際宇宙ステーションの日本実験旨希望に8ヶ月半滞在させた後に地球へ戻し発芽が試みられた結果発芽した数本は宇宙桜と呼ばれるようになった締め縄は作り手の減少により市販のロープが長年使用されていたが観光客からの名木にふさわしくないという言葉に 第五桜保存会が復活を決意。地元有志と学生らの協力を得て2017年12月、第五桜を望む休憩所で太さ約10センチ、長さ11メートルの締め縄が製作され、約20年ぶりに本来の姿が復活した。2011年より NHK で放送されている新日本風土期のオープニングの映像に登場する桜の巨木は、この桜である。 第一駐車場35台、第二駐車場70台、第三駐車場30台。ありがとうございます。